どうも文禄です。僕の持ってるオレンズネロが壊れてしまいまして、こんな感じで使えなくなっちゃったんですよ。書くことができなくなったんですね。ここで詰まってるのを取り出しても治らなかったんで、ちょっとねこれの直し方をね教えます。まあね、多分壊れて困ってる人いると思うんで、この直し方を参考にしてもらえたらと思います。はい、まずここを外しますよ。はい、ここですね。こことここの高さが同じになってる、これが原因なんですよ。通常はここの真ん中がへこんでいる状態なので、ということはここをへこましてあげればいいわけですよ。ボールペンでここをへこませる。へこみましたね。これで完了です。これで復活したと思うんで、芯が出てきました。ってことはもう復活したってことだと思うんで、復活しましたね。はい、こういう感じでオレンズネロ復活しました。今日の動画は以上です。ではまた。